孫か。気がつかなかった。そんな格好してんだもんな。ちょいと人間の体を貸してもらったのだ。ピッコロのやつを倒しに来たんだろ。なんでわざわざ神様が。孫悟空よ、お前ミスターポポから私とピッコロとの関係を聞いたのではないか。私とピッコロは一心同体、もともと一人の人間であったということを。そしてピッコロを殺せばこの私まで死んでしまうことまで聞かされてしまったのだろう。それを知ってしまったお前にはピッコロを倒すことはできんだろう。殺さずに何とかすっさ。何とかなるような甘い相手ではないこともよく知っているはずだ。もともとが私のまいた種だ。自分のことは自分で解決したい。剣道よ。お前の修行はほとんどミスターポポに任せておいたから、実力のほどは今一つ定かではないが、今のピッコロを食い止めることができるのはこの私しかいないと思っている。まさか相打ちして死ぬ気じゃねえだろうな。神だって命は惜しいぞ。それに神が自殺行為をするわけにはいくまい。心配せんでいい。良い方法を人間が教えてくれたのだ。さて、自分と戦いに行くか。さて、この準決勝第2試合でもう一人の決勝戦進出者が決定いたします。これまた素晴らしい好試合が期待できそうです。2人とも無名の新人でありながら超達人、マジュニア選手とシェン選手との一戦であります。おじけづいて逃げてもよかったんだぞ。そういうわけにもいくまいよ。さあ、では準決勝の試合です。始めてください。あっさりと片付けてやる。あいにくこの俺の標的は貴様などではなく孫悟空なんでな。孫悟空を抹殺し、邪魔者のいなくなった後で再び世界征服を狙うつもりなんだろう、ピッコロよ。なぜそれを。この場で俺のことを知っているのは孫悟空だけのはず。あ、そうか、そういうことか。貴様の正体が分かったぞ。その姿は借り物ということか。下界に何の用だ、神に。今頃分かったか、ピッコロ大魔王よ。下界に来たわけは言うまでもなかろう。まさかこの俺を退治しに来たとでも言うんじゃないだろうな。まさかではない、その通りだ。一体どうしたのでありましょうか。シェン選手、何やら激しく言い合っておりますが、さっぱり言葉が分かりません。聞いたこともない言葉です。このピッコロ様を退治だと。貴様血迷ったか。貴様と俺とはもともと一心同体だ。俺を殺せば神である貴様も死ぬことになる。そんなことはもちろん承知しておる。まさか自殺する気じゃあるまいな。心配せんでもいい。自殺などせんでも、お前の悪を食い止める手段を人間が教えてくれたぞ。覚悟は良いな。まさか魔風馬だ。はあ、うわ、魔風馬返し。おお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 
しまった。まさかこんな結果に。せめてこの人間の体だけでも返さねば。そうよ、私は死んでも構わん。こいつを倒せ。よう清めてくれ。このピッコロ様にいつまでも同じ手が通用すると思ったら大間違いだ。もはや俺様に弱点はなくなったんだ。ダウンです、シェン選手。そこに倒れている男はただの人間だ。気がついたところでどうしようもあるまい。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。神様が、あのちっこい瓶の中に吸い込まれちまった。9、10、立てません。マジュリア選手、不思議な技で勝利。決勝戦進出を果たしました。どけ。おい、その瓶、オラによこせ。冗談じゃない。せっかく鬱陶しい奴を封じ込めたんだ。さあどうする。これで俺様を殺さん限り瓶は戻らんぞ。だが俺を殺せば奴も死ぬ。困ったな。もしもし、シェンさん、大丈夫ですか？いちち。ん？よかった、気がつきましたね。あれ？あの、ここは？ひょっとして、天下一武道会の試合をする？え？そうですよ。頭でも撃たれましたか？変だな。わしはいつの間にこんなところで。酒でも飲んだっけ？いや、これはどうも。あらら、なんか別人になったみたい。ん？そういや、亀仙人のじいさんは？あれ？さっきまでいたのにどこに行ったんだろう。ほっときなさいよ。どうせトイレか女性のお尻を追いかけに行ったんでしょう。ちくしょう、あの野郎、神様を。ソン、教えろ。あのマジュニアというやつは何者なんだ。雰囲気で魔族のものだとはわかるが、あの強さはただものじゃないぞ。その通りじゃ。悟空よ、訳を話せ。ああ、無天老師様。うん。もう隠してても意味ねえかな。正直に話す。あいつはピッコロ大魔王だ。何だと？バカな。ピッコロならお前が完全に退治したはずだ。ああ、確かに倒した。でもどうやらピッコロは死ぬ前に卵を残したらしいんだ。その卵にピッコロのすべてを詰めて、だからその卵から生まれたあいつはほとんどピッコロと変わりねえんだ。しかし俺は見たぞ、今の魔風馬でシェン選手から。そうだ、シェン選手の体からもピッコロのようなやつが飛び出して瓶に吸い込まれた。あの人はピッコロじゃねえ。人間の体借りてピッコロと戦ってた神様だよ。神様だと？神様とピッコロはもともと一人の人間だったんだ。神様になるために捨てた悪い心がピッコロになっちまった。だからどっちも相手を殺せば自分も死んでしまうんだ。なるほどな。自分を殺さずに相手を消し去るにはまさに魔風馬はうってつけじゃ。その魔風馬っていうやつで
神様は瓶に閉じ込められちまったんだけど、元に戻れるんか？蓋さえ開けられればな。どうすんだよ。瓶は奴が飲み込んじまったし、なんとかしたくてもあいつの強さは異常だぞ。確かに。はっきり言って神様が負けた以上、今の俺たちでは束になってかかってもかなう相手じゃない。この中で可能性があるとすれば、悟空、お前だけだ。すまんの、魔風馬も通用戦今となってはお主だけが最後の望みじゃ。大丈夫、オラがなんとかすっさ。大丈夫って、お前なんか策でもあるのか？そんなもんねえけど、やってみなきゃわかんねえだろう。おいおい、さてと、決勝が始まるまで何してよっかな。あ、悟空さん、待ってけろ。あれは余裕なのか、開き直りなのか、わからんけど、あいつは昔から不思議な安心感がありますよね。今回も期待していいのでは。うん、うん。